地域の衛星写真在日アメリカ空軍横田基地第二、ゲート在日アメリカ空軍横田基地南端付近により北方望む市の上空を飛ぶアメリカ空軍機五日市街道牛浜橋から見た玉川上水歩道のホタルのタイルはかつてここにホタルが生息していたことを示す今は500メートルほど下流の崖下にあるホタル公園で養殖しホタル祭りで放たれる 福祉市は東京都の多摩地域西部に位置する市、人口は約6万人。都心からは約4 0トルの位置にあり、東西は約3 6キロメートル、南北が約4 5キロメートルである。行政面積は10.16平方キロメートルであるが、国内法は適用されるものの、在日アメリカ空軍横田基地が市域東側の平坦部約三分の一を占めており、 これを除いた行政面積は約6.84平方キロメートルである。これは多摩地域において狛江市に次いで小さく全国の市でも3番目に小さい。人口は1991年11月に6万人を突破した後2001年12月をピークに微減傾向が続いている。また65歳以上人口比率は22.37%と 二26市中14位である一方、14歳、以下人口比率は10.98%と最下位で、ある。外国人比率は4.35%で1位。横田基地を除いた実質的な人口密度は1、平方キロメートルあたり8575人で13位で、ある。市名の由来には、諸説あり、朝の午後、房に由来するという説。 北方から来る敵を防ぐ要衝であったところから、来ているとする説、アイヌ語由来説など、多数ある。ふっちゃとも、ふっつあとも発音されることがあったようだが、いずれにしても音が先行し、後から、ふく、せいという縁起の良い字が当てられたようである。地域は、武蔵野大地の西端、玉川中上流左岸にあり、玉川の流れに沿って北から南にかけて緩やかに、傾斜し、東から、 立川段丘、廃島段丘、中石底地面のひな段状の三段から構成され、各段丘下には崖線が走っている。廃島段丘北部から立川段丘南部にかけて、羽村市の取水堰から引き入れられた玉川上水が通じ、また廃島崖線の崖下には湧水が見られ、緑のベルトを形成している。標高は市役所や、 市のほぼ中心点にあたるふっさ野球場付近が、海抜124メートル前後で、北東側の最高点は143.5メートル、南西側の地表最低点は104メートルである。1989年撮影のふっさ市、中心部周辺の空中写真。東を横田基地、西を多摩川に挟まれている。1989年撮影の8枚を、 構成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。近世期頃までにほぼ現在の地域と重なるに村が、成立した。福佐村と熊川村である。初期には、他の玉川流域の村々と同じく、鈴木郡古助村などと記された文書もあるが、鈴木軍に属していたことを確実に示すには至っていない。 江戸時代初期には両村とも旗本領と幕僚の混在する愛窮地であったが、京法期には、福佐村がすべて幕僚となったのに対し、熊川村は幕末に至るまで、旗本、田沢市領、長潮市領と幕僚の愛窮地であった。近世後期になると、農業生産工の増大に伴い、酒造などの農館漁業が営まれるようになる。 ふっ村名主の田村家による酒造業は代々引き継がれ、現在も海済みの銘柄で知られる。また、幕末、明治初期には熊川分水の引き入れにより、熊川村名主石川家でも酒造が行われるようになった。幕末期、文政の改革により寄生馬組合が結成されると、田村家当主の十衛は、廃島村組合の総代を務めた。 参考資料から1997年、福生市教育委員会、東京都資料室編集発行、写真で辿る福生の100年。1994年、福生市市編纂委員会編、福生市発行、福生市市上下館、玉川流域リバーミュージアム。他、人口は、隣の羽村市に次ぎ、東京都の市で2番目に少なく、同じ5万人台である。 ふっさたなばたまつりふっさ市下水マンホール装飾街2015年1月1日、現在。面積は、大和ふっさと大和熊川のうち、横田基地分を除く。住民基本台帳ふっさ市では、住居表示に関する法律に基づく住居表示は、実施されていないが、土地区画整理事業施行区域等においては、町名と地盤を整理する方法により、住所整理が実施されている。 福祉警察署福祉バスと福祉センター福祉センターは年末年始を除く毎日昼夜開館。地域開館部分は月曜休館。保健センターの開館日、開館時間は市役所に同じ。休日診療所は原則昼休みを除く休日の昼間開館。認可保育園認可外保育園児童館、利用は18歳未満。 毎月最終日曜日と年末年始は休館。土、日、祝日を除く平日は中学生以下を除き夜管理用可。幼児は保護者同伴。子ども支援施設、祝日、年末年始を除く昼間開館。中央図書館、郷土資料室休館日は、毎週月曜、年末年始、特別整理期間、年度末整理日。資料の貸し出し、予約、ウェブサービス。 学習室の利用には利用者カードが必要。同カードを作成できるのは市内在住、通勤、通学者及び西多摩地区と秋島市在住者。市民一人当たり増助数は6.9冊で多摩地域26市中最多。共通の開館時間は10時から17時だが一部で夜間開館を実施している。休館日は毎週月曜と年末年始。 開館時間は9時から22時。開館日、開館時間は、市民会館、公民館に、同じ市民会館、公民館本館共同資料室の開館日は、中央図書館に同じで夜間開館はなし。他は、施設によって異なる。市営プール市営封社野球場体育館、プール、体育館の開館日、開館時間は、市民会館、公民館に同じ。市営プールは、 カキピルマのみ。その他、各種競技場、会場日は年末年始を除く毎日。会場時間は施設によって異なる。リサイクルセンター、リサイクルプラザ中フッ公園すべて有料で、福ッ駅東口地下自転車駐車場を除き、24時間利用できる。125cc 以下のバイクも駐車可能。東京法務局西多摩支局以前は、 周廃普通局の福祉郵便局が市内全域及び隣接する旧秋川市内を管轄していたが2004年に当時の日本郵政公社の合理化策として新設された秋留の郵便局の福祉分室に改祖され福祉市内の郵便物の周廃は同局が行うようになった2007年に名称は元の福祉郵便局に戻ったものの窓口業務のみを行う 無周廃郵便局となり、そのまま民営化を迎え現在に至っている。なお、西多摩地域では、他にも、周廃業務の移管が行われ、ひばる郵便局が、あきるの郵便局へ、水ず郵便局が、羽村郵便局へ、周廃区域を統合している。郵便番号特定事業所番号を除く以前は、市役所南側の NTT フ支差ビルに、 NTT 福祉営業所の窓口があったが、NTT の窓口廃止によって閉鎖された。公立福祉病院投資は、農地面積及び農家個数が多摩地域で最小の自治体であり、次に少ない武蔵野市の約半分に過ぎない。残る農地も地価の高騰、後継者不足などにより商業施設や宅地へと変わっている。西部信用金庫は福祉市内に 本店のあった、竹明信用金庫と他の信用金庫が合併して、1969年に発足した。当市は近年まで西田まで唯一、観光協会のない自治体であったが、2005年に観光協会が設立され、桜祭り、七夕祭り、横田基地日米友好祭などのイベントと、横田基地向かいの異国情緒あふれる、商店街や玉川上水を目玉に、 観光にも力を入れている。ふっさ七夕祭りのイメージキャラクターとして2004年に誕生した竹の妖精。2013年3月21日、試行式キャラクターへ就任し、特別住民票を授与される。新岩院ふっさ駅東口灰島駅は、秋島市との市境上にある。JR、西武とも駅長室は、秋島市側に位置しているため、 交渉所在地は、秋島市である。市内では、西東京バスと立川バスにより、路線バスが運行されている。2018年7月1日に立川バス封さ営業所が設けられた。一般国道主要地報道一般都道50キロポスト付近に、ある、京浜河川事務所玉川上流出張所と、玉川建設省京浜工事事務所が行った、生物調査結果では、 川口から50キロ地点の福佐市付近の玉川には、次のような鳥類、魚類が生息している。ただし調査が、鳥類は1998年、魚類は1995年と古く、現状とは合わない点も多い。例えば、市内に生息するカラスは、ハシボソガラスが優勢な時期や年と、ハシブトガラスが優勢な時期や年が繰り返されている。 ようであるが、1998年の調査では、橋ぶとガラスのみ記載されている。なお、植物は特に絶滅危惧種が多いため生育地が伏せられているが、調査時点で、同事務所管轄の大梅市万年橋から川口までの、いずれかに生育しているものが、リンク先には掲載されている。ありがとうございます。